皆さんおはようございます。三刀流プロサーファーの井上隆です。二刀流プロサーファーの井上楓です。プロサーファーの井上さくらです。はい、本日も、今年もねバーボロイヤーカップにやってきました。しかしね、本日朝から雨という結構ね寒いコンディションなんですけど、波の方はとりあえずメンツルで腹ぐらいあるのかな。なのでこのままキープしてくれればと思います。それではね、動画の方引き続きご覧ください。はい、今年もソーシャルディスタンスの線が引いてあります。メートル間隔を気に。何を発見したか。写真、はい、ここと。おー、楓ちゃん、さくちゃんもかっこいいじゃないですか。タカちゃんとこだ、タカちゃんとこだ。いたー、発見。去年なかったよね、こんなあったのかな。そしてこれが今年のトロフィーだ。沖縄のガラスのトロフィーですね、毎年でかいやつ。はい、この後40分ぐらいだったかなに僕の日たちがあるんで行きたいと思います。もう雨降り出して結構寒いんですけど、頑張っていきます。濡れたゼッケンは着たくないですね、寒いです。この次かやるんですけど、ご覧の通りショーブレイクの膝腰腰ないな、ない膝ももで、ワンマニューバー合戦となりますが、まあ頑張っていきたいと思います。ニューボードでね、やっていくつもりです。今サップやってきたんですけどね、もう4日ぐらい雨降り続いてるせいだと思うんですけど、すごい浮力がなくて淡水になってるからだと思うんですけど、すごい沈んでパドル進まないし、すごい苦戦しましたね。しかも波も激浅でワンマニューバー対決なんでね、結構大変でしたね。いや、疲れました。この後ね、またすぐヴィンテージあると思うんで、ヴィンテージの方行ってきます。頑張ってね。はい、
サー井上選手取れない。体重が軽いのはきついね。すべて終わりました。サップは、ファイナルまで行ったんですけどね、ファイナルはレギュラーはワンマニューバーのみっていうほぼダンパーで、レフトはね、まあ、3発ぐらい入らなくはなかったんですけど、ほとんど全部残りレフトの選手でレフトハンダに全部持っていかれて乗れなかったんですけどね、まあ、でも高スタイルは出せたんで良かったと思います。そしてさきちゃんはあのダンパー並みで苦戦して1本ねすごいいいフローターしたんですけど、最後出てこれなくてね、もったいなかったんですけど、あれ決めてたらね、難しかったよね、ナミ。うん。そう、あれ決めてたらね、ファイナル行けたと思うんですけど、まあ、楓はあの、男子でも一発なのに、2発技をね、2本ぐらいね、ファイナルでメイクして、まあ、多分優勝だと思うんですけど、この後、表彰式ありますので、表彰式の方行きたいと思います。ヴィンテージの方は、さくらはね、ずっと20分間ナミ来なくて、ラスト、1本来たら勝てたんですけど、1本のみという状態で負けてしまって、楓はあのサップと重なってしまうのでね、ヒート10分ぐらい10分ぐらいで前半10分乗って
そのまま途中で上がってきて砂浜ダッシュしてサップの方来て、なんとかファイナル間に合ったんですけどね。で楓がヒートを途中で上がってきた後になんか波来たらしくて負けてしまったんですけど、で僕もねヴィンテージ最後セミファイナル2本かな3本ぐらいしか乗れなくて波来なくて、で負けてしまいました。今回もね、まあ、すごい僕の顔よりでかいフィンの、なんかこんな D フィンっていうのかな、すごい大きい変わったフィンでターンができない変なフィンの板に当たってしまったんですけど、まあくじ引きでこういうの乗れるのもめったにない機会なんでいい経験になりました。それではね、この後楓の表彰式の方の動画をご覧ください。